守る勝神は、長野県諏訪地方の民間伝承の神、森田の神、森屋神、栄や勝神とも表記される。森屋神社奥宮と、岩倉、森屋市系譜における森屋氏の最初の五代明治初期に書かれた森屋氏の家系図、神永森屋市系譜の中では、初代の森屋人に次いで二代目とされる神で、妹には、大野光姫がいる。 これによると父である森屋人から再生官としての地位を引き継ぎ、諏訪大臣と狩りに行った際に戦闘の鹿を得たことから、自分の光線、鹿頭神と名付けた。長野市72階にある森田神社の祭神の守る立ち神とも同志されている。品の国館舎諏訪神社神長官森屋や略系図では、森屋山に鎮座する神とされている。森屋大臣祠宮地直一。 諏訪市より、日本三大実録の上岸元年2月11日上には、信濃国に祀られている竹方人、八坂刀売上、生島神、足島神、そして宝屋勝神の深海昇進の記事があるが、陰本では宝屋勝神が守る屋勝神となっている。江戸末期には、守る宅を森屋と読み森屋山の神として、森屋人に否定する説が現れたが、 森屋市警府では、森屋人は、守屋勝神の不信と資料者を別としている。これについて、山田はじめは、森屋も、森屋も、道後ではないか、森屋の子はたちに戦士かがしらで洗う。しかるにこの間に、森屋を置くのは、森屋神社と森屋大臣使とがあり、これを別神と認めた作為で、その実は、森屋神すなわち、森屋大臣とあらねばならぬ。されば一書には、 森屋のまた名戦主しか頭となっていると書いている。一方、山と岩尾は狩猟性を示す森屋人が濃厚性を持ったことから狩猟的森屋と区別して濃厚的森屋を守る宅として、系府では不死関係になったという説を立てている。ありがとうございます。